東領政府は、ブルメール18日のクーデターで、総裁政府が倒された1799年から、第一帝政が成立した1804年までの、フランスの政府である。ひいては、フランス史における、当該時代を指して、東領政府機とも言う。この間、第一東領ナポレオン・ボナパルトは、自らを国家元首と宣言こそしなかったものの、共和制フランスの首脳としての地位を固め、 同国政治の保守化、権威主義化、先制化、中央集権化を進めた。もっとも、この間に後世に残る諸制度が確立されたことから、歴史家のロバート・ B ・ホルトマンは、当時を全フランス史における最も重要な時代の一つと表している。総裁政府が廃止した間接税を復活した。1800年にフランス銀行を設立して、 国際利子を成果で支払うようになった。1803年、金銀副本位制に復帰した。1798年と1799年のフランス軍の惨敗により、総裁政府は動揺し、ついに崩壊することとなった。エマニュエル・ジョゼフ・シエエスが、ポール・バラスの協力を得て、他の現職総裁を厄介払いすることに成功した1799年6月18日を、 もって、総裁政府の崩壊の始まりとする歴史家もいる。この日、ジャン・バティスト・トレアールの総裁選挙上の不正が明らかになったことで、トレアールが総裁から辞任して、ルイ・ジェローム・ゴイエが公認総裁となった上、フィリップ・アントワーヌ・メルランド・ドゥ・エート・ルイ・マリードラ、ルベリエール・レポーも総裁からの辞任を余儀なくされて、ジャン・フランソワ・オーギュスト・ムーラン・ダンシャクとロジェ・デュコが公認総裁となったが、 三人の新総裁は、ほとんど有名無実であった。選挙区の悪化、フランス南部における、王党派の反乱、西部諸州におけるフクロウ党の反乱、オルレアニストの陰謀等により、窮地に立たされた、総裁政府は、社会不安を鎮静化して、国境防衛に当たるため、フランス革命期の恐怖政治における、上等手段よりも過酷な措置を取らざるを得なくなった。 新総裁政府は、来るべき、憲法改正において、党と、県の確立を要求しようと決定した。CAS は、ジャン・ビクトル・マリー・モローが、県にならないので、バルテルミー・カトリーヌ・ジュベールをこれに目していたが、ジュベールが脳尾の戦いで戦死すると、ナポレオン・ボナ・バルト将軍に、白羽の矢が立った。ギオーム・マリアンヌ・ブリューヌとアンドレ・マッセナがベルヘンと、チューリッヒの戦いで勝利し、 第二次大仏大同盟連合軍が、バルミーの戦い直後の戦線に踏みとどまっていたにも、かかわらず、総裁政府はその命運を持ち直すことができなかった。ルイラザールオッシュの死後軍内で一人と核を表し、東方遠征における勝利で名声を上げていた、ナポレオンが、突如、フレジュスに上陸したのである。1799年7月、政府は、恐怖政治を真似て、 富裕層に大増税か国際購入かの選択を迫り1億リーブルを記載した。共和歴8年ブルメール18日のクーデターにおいてナポレオンはフランスの議会と軍の権力を一挙領得し総裁政府の現職総裁を辞任させた。ブルメール19日の夜に元老会の残党が共和歴3年憲法を廃止した上共和歴8年憲法により 統領政府の生態を定め、ナポレオンを支持して、クーデターを承認した。当初、ブルメール18日のクーデターの勝者は、ナポレオンではなく、CAS と見られていた。CAS は、共和国政府の新体制の提唱者であり、このクーデターによりこの新体制が敷かれると見られていたのである。巧妙なナポレオンは、CAS の提案に対抗して、 ピエール・クロード・フランソはドヌーに死願を提唱させ、両案の対立から、漁夫の利を得ようとした。新政府は、法案の起草を任務とする国務院、もっぱら法案の審議を任務として、その採決はしない、古民院、もっぱら法案の採決を任務として、その審議はしない、立法院という3つの議会から構成された。普通選挙は維持されたが、間接選挙により、名刺名簿が作成され、 この名簿の中から、御権限動員が議員を選任する制度が取られて、骨抜きにされた。行政権は、任期10年の投了を3人に帰属した。ナポレオンは、一人の大選挙者を、行政の最高権力者にして、国家元首とする CAS の原案を拒否した。CAS は自らがこの要職に就くつもりであったが、ナポレオンは、CAS を官職に追いやることで自らが就任する。 投領の職権強化を進めた。ナポレオンも単に対等な三党政治の一党でいることに満足しておらず、年々第一投領としての権力を強化することで、他の二人の投領ジャンジャックレジド・カンバセレスと、シャルル・フランソワル・ブランラはもちろん議会も弱体化、従属化させていった。権力強化により、ナポレオンは、エースの過当性的生態を非公然の、 独裁性に変質させることができた。1800年2月7日、国民投票で新憲法が承認された。この新憲法は第一投領に全実権を掌握させ、他の二人の投領を単なる名目上の役職にとどめるものであった。公表結果によると、投票者の実に99.9%が同義に賛成した。 このほぼ満場一致という結果は明らかに疑わしいが、ナポレオンは実際に多数の投票者に人気があり、優勢な第二次大仏大同盟に対し無理でも、履しく講和を申し入れ続けたこと、バンデを速やかに平定したこと、統治、秩序、正義、節度の安定に関する弁説を振るったこと等により、乱世の後にあって多くのフランス国民が自信を取り戻したのも確かで、ある。 いわば人々はナポレオンを見て、今一度フランスを統治する真の遺跡者が現れ、ついに有能な政府が政権を担当するようになったと感じたのである。第一統領ナポレオンボナッパルト、1803年2月、フランソワジェラールがナポレオンはもっか、CAS、共和国を独断専行にさせまいとする共和派、特に、モロー、マッセナラ軍内のライバル等を排除しなければ、 ならなかった。マレンゴの戦いが接戦の末ルイッシャルル・アントワーヌ、ドジェート・フランソ・ワイティエン・ヌ・ケレル・マンダの救援で逆転勝利に終わったことは、ナポレオンの人気を高め、その再起心を後押しする機会となった。応答派による1800年12月24日の三日外の陰謀を口実に、無実の民主的共和主義者がフランス領ギアナに流刑とされ粛清された。議会は保護にされ、 元老院が憲法事項についての万能期間となった。1801年2月、法援林連の戦いにおける、モロウの勝利により武装解除したオーストリアとの間で、ルネビルの和訳が調印されると、ヨーロッパ大陸に平和が回復し、フランスはほぼ全イタリアを保護下に置くこととなり、民法天丼層における反対派指導者は議会から粛清された。 1801年の協約は、教会の利権のためではなく、政策的関心のもとに立案されたものであり、国民の宗教感情を満足させることで、合憲的、民衆的教会を改従し、農民の心をつかみ、何より王党派から最大の武器を奪うことを可能にした。その補足規定である、組織条例は、戦友や側近の目に反動と映らないよう、 名文上ではなく、事実上、教会を国家への服従において再考し、その財源を没収しつつ、その国境的地位を認めるものであった。英仏に、フランスの同盟国スペインバタビア共和国を加えた、4カ国の間で、アミアンの和訳が結ばれると、万難を排して和訳に調印したナポレオンには、和平実現に対する国家からの報酬として、任期10年の投了から、 終身投了となる口実がついに与えられた。いわばナポレオンはこのヒルビコン川を渡り、共和歴10年憲法に始まる訂正への道を踏み出したのである。1802年8月2日、ナポレオンを終身第一投了として承認するかを問う2度目の国民投票が行われ、またもや99.8%の賛成票を獲得した。 ナポレオンは権力を強化するにつれて、アンシャンレジームの手法を取り入れ、先生を始めた。旧王政のように、極めて中央集権的かつ合理的な行政官僚体系を指揮、国立大学において、権威主義的かつ反差なスコラ学を講じるなど、最終喧嘩を行い、国家機関、地方自治、司法制度、財政機関、金融、法典編纂。 熟練労働力の伝承等に必要な財源を改造、集約化した。ナポレオン地下のフランスは高度の安寧秩序を謳歌し、公正水準が向上した。たびたび基金に悩み、高熱が不足していたパリでは、取引が盛んになって賃金が上がると同時に、食料が安価かつ豊富になった。ジョゼフィーヌ、タリアン夫人、ジュリエット・レカミエラのサロンには、 ナリキンの豪華絢爛な顔ぶれが並んだ。ナポレオンは国家機関を増強する中、エリート層に向けてレジオンドヌール勲章を創設し、コンコルダを締結し、間接税を復活するなど、反革命的にも見える政策も行うようになった。ナポレオンは政権の座にあってバンジャマン・コンスタンやスタール夫人らひときは発言力のある批評家を構築することで、 反対勢力をほとんど弾圧することができた。サンドマ出兵では、共和国軍が壊滅し、かつての戦友ナポレオンに再疑心を抱く、軍首脳も絶えず続く戦争に嫌気がさして、離散していったが、モローが、王党派の陰謀に連座して亡命したのを最後に、ナポレオンの権威に対する大規模な挑戦はなくなった。反対派の元老院議員や、共和派の将軍らと対比して、 フランス国民の多くは粛清への恐れもあり、ナポレオンの権威に対して無批判であった。ナポレオンの政権基盤がなお脆弱であったことから、フランスの王党派は、ナポレオンを拉致、暗殺すること、アンギャンコールイ・アントワーヌ・アンリに、ルイ十八世を大いにいただくブルボン復興制の短所となるクーデターを指導する、要要請すること等を盛り込んだ陰謀を立てた。 イギリスのショーピット政権は、このオトー派の陰謀に100万ポンドを資金提供し、ジョルジュカ・ドゥーダルとジャンシャルル・ピッシュグリュ将軍らの一味が、イギリスからフランスへ帰国する際の輸送船も、提供した。1804年1月28日、ピッシュグリュは、ナポレオン騎下の将軍の一人で、かつての部下でもあるジャンビクトル・マリー・モローと面会した。翌日、コーソンと名乗るイギリスの密使が逮捕。 拷問され、ピッシュグリュ、モロー、カドゥーダルらが、統領政府を転覆する陰謀を企てていることを自白した。フランス政府は、カドゥーダルの使用人、ルイス・ピコットを逮捕、拷問し、この陰謀の詳細を捜査した。ジョアシャン・ミューラは、ピッシュグリュ、モロー逮捕の翌月までの間、午後7時から翌午前6時まで、パリの城門を閉鎖するよう命じた。 一連の検挙で、王党派の陰謀は、ブルボン家の御蔵氏で、ブルボン復興政では、多い継承者ともなり得る、アンギャン公の積極的関与を予定したものであることが、判明した。アンギャン公は当時フランスのエミグレとして、バーデン選定広告は、フランス国境付近のエッテンハイムの借屋に、暮らしていたが、ナポレオン政権の外相タレーランと警察省、フーシェラの資格は、 どこにでもいるとの警告もあってか、第一統領ナポレオンは、アンギャン公を処刑すべきとの政治判断をするに至り、200人のフランス兵がバーデンの邸宅を包囲して、アンギャン公を拉致した。フランスへの送還中、アンギャン公は、ボナパルトもフランス国民も断じて許さない、折りさえあれば彼らに対して、戦争を仕掛けてやりたいと述べたという。三度にわたる暗殺の陰謀に加えて、 ストラスブールでも暴動の予備があり、ナポレオンも頭を抱えていた。ドイツの邸宅での欧州物や警察当局からの資料に基づき、アンギャン公は無本を計画した罪で告発されて、軍法会議にかけられ、バンセンヌで大佐7人からなる法廷の審理を受けるよう命じられた。アンギャン公は法廷での尋問中イギリスから年に4200ポンドの 援助を受けていることを認めたが、これについて、フランス国家ではなく、当家に敵対する現政権と戦うためであると述べた。さらに、イギリス軍に出資を申し入れたが色い返事を得られず、差し当たり自らの出番を作るためラインガー周辺で待機する必要があり、実際そうしていただけであるとも述べた。アンギャン公は1791年10月6日の法律第2条違反。 すなわち、内戦により、朝廷を敏乱し、市民を武装させて、他の市民または合法的権威に敵対させることを目的とする陰謀を主謀または共謀した者は、死刑に処するに該当するとして、有罪とされ、万戦の城の号の中で処刑された。事件は、フランス国内ではほとんど波紋を呼ばなかったが、国外では波乱を呼び、ナポレオンに対して、 好意的ないし中立的だったものも多くは敵対的になっていった。ナポレオンは処刑を許可した重責を生涯背負い続けることとなったが、自分は結局正しいことをしたのだと信じ続けていた。ナポレオン暗殺の陰謀は後を絶たず、ナポレオンの死後すぐに共和制が崩壊して、ブルボン復興制、軍事独裁ないしジャッコバン派独裁が再来するのでは、 ないかという懸念が生じ始めた。風車はナポレオンに世代交代を確固たるものにし、死後の政変の目を摘むため、接種称号を創設することを提案した。ナポレオンは当初そのような称号を認めることをためらったが、説得された末、その権力が真剣によらず、人民の委託に基づくとすることを条件として、これを認めた。1804年5月18日、 フランスを帝政に移行させナポレオンを皇帝とする議案が元老院を通過し、1804年12月2日、大冠式が挙行され、ナポレオンはフランス皇帝に大冠し訂正が成立した。臨時統領は以下の通り、統領政府の統領は以下の通り、統領政府の閣僚は以下の通り、ありがとうございます。